使えそう。割と暗い。お風呂上がってきた。もう口がない。サングラスでいいんじゃと思うよ。くれたの。これからもか。お、待ってます。気張らないくもありがとうございます。間に合うか間に合う。コメント読みますね。ちょっと座りにくい。なんか今日朝から、今日は朝から足をつってすごく悲しい。一人部屋じゃない、二人部屋。おはようございます。そう、マリーナと一緒です。マリーナ、はい、予定より1時間ぐらい経ったけど起きるの。そうですね、寝坊ですね。1時間でも遅刻しないから大丈夫。まあ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 、まだお風呂上がって髪が乾いてない。ね、自動販売機あったっけここ。喉が
喉が痛い。いや、その前からガラガラ。そう、昨日直島に行ったんですけど、すごい楽しかった。電車来ない、いや電車来ない時ほど、そのなんか何もすることない時ないですよね。指輪ですか？指輪どうした？私いつもつけてますよ。右入れたから大丈夫。でもね、指輪つけると本当にね、毎回のようにね、結婚おめでとうって言われるのがちょっとめんどくさいので外しますね。指がむくんでるから全然指輪が外れないね。インスタ見た？私見てない。私見てない。で見ときますね。今日は岡山2日目、岡山2日目で昼と夜公演2公演あります。昨日はなんとおちょちゃんがね、公演見に来てくれてて、公演後に一緒に写真も撮ってお話もできて、すごいすごいすごいいい時間でした。なんか そうなんですよ。で、なんだっけ、何の話した、なんかめっちゃ背が高い子がいるって思ったら、前歯だった、ちょ、お腹鳴ったすごいお腹鳴った。なんか前歯だったって言われて、なんかダンスめっちゃ上手くなったねって褒めてもらいました。イエイ。さっきはねいなかったかもしれん。いてもわからんな。でお腹空いたんですけど、今日ねコンビニでね、岡山の味エビ飯っていうの多分買ってきた。美味しそう。そう、おちょちゃんがいた時はでも本当に154とか150センチ台、全然150センチ台だったから、お腹鳴るんだけど、お腹すいた。で、そう、なんか今何の話してたっけ。おちちゃんがいたことは154センチ。ああ、そう、ありがとう、教えてくれて。そうね、おちちゃんそういた時はまだ154センチとか5センチとか6センチとかだから、本当私入った時は152センチなんですよ、身長が。なんか2年ぐらいで12センチぐらい伸びて大成長したんですけど、すごいゆきゆきです。何か食べた？ソフトクリーム食べました。お腹空いた。ずっと言っとる。おとちゃんはでも前入ると低いよ。あの昨日なんかこんな暑いねやつ履いてね、着とったっけ。盛りすぎじゃろうってお話しました。
何が有名、食べ物ですか。食べ物はでもなんかマカロンとか、なんか直島にしかないマカロンとかがありました。おちょちゃんは今お勉強頑張ってます、多分。でもなんかめっちゃ綺麗な写真いつも撮ってる、ツイッター見てろ。でも草間彌生さんのかぼちゃがあるんですけど、それもめちゃめちゃ良かった。なんか皮が剥けてるんだけど、なんで？そう、なんかもう今芸術祭やってて、なんかもう芸術とかそういうなんか作品とかだけじゃなくて、もう町全体、島全体がもうアウトなってるみたいな。ステージの上の楽屋あるから声聞こえてた。マジ？エンジンでしょ多分。ゴーゴー、いつもみちがゴー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 、あのあーちゃんがいつもやってくれるやつ。あっちゃんがいつもやってくれてるあのエイバリサイゴーのやつをみちがやってます。でもなんかそれはそれでいい感じかなみたいな。いつもね怒られるんですよね、みんなでね。この前大爆笑、顔を交換するアプリのやつで、そうめちゃめちゃ面白い写真が撮れて、めっちゃ笑ってってたら、客席まで声聞こえてるからちょっと笑い声抑えてってめっちゃ怒られました。この前に前座ラーさんみたいな。本当に八重さんのかぼちゃ素敵でした。本当に面白くて、もうみんながギャーギャー笑って、もううわーってめっちゃ笑って、もうそれでちょっと静かにしてーみたいな。家計でコンセント3つぐらい使ってそう。でもなんか一応ロッカーがあるんですけど、その一人一人そこにはコンセントが2つずつついてます。ナイハーエンジンの関係はしません。ミチュか誰かがやる、いつも。メッシのブザはなんか勝手に私たちなんかその最初なんか檻の向こうから撮ってもらって、みんながでなんか出してみたいな、その牢屋に捕まってる人たちみたいなのをやったんですけど、なんかジャケット風の写真を撮ろうみたいなやつで、みんなでそうなんかそれで巡ってたんですよ。そうなんかそのもう次のシングルとジャケットを出すイメージでやるみたいなそのやつもなんかサードシングルここから出してっていうなんか話しながら、すごいね、ファーストシングル暗めで、セカンドシングルが風を持ちで、サードシングルがここから出してってすごいよねとか言いながら、絶対ないとは思うんですけど、そうなんかそのそこはお題をちゃんと決めて撮りました。あと I love you っていうところもすごい可愛くて、でなんかそのそこの I love you っていうところのすごいお父さんとお母さんがすごい優しい方で、なんか時間がなくてお風呂には入れなかったんですけど、それでもなんかすごい
いろいろ優しくしてくださって、なんか写真を多分ツイッターとか上げてると思うんですけど、みんなが一列に座って写真を撮ったんですけど、私こうやって撮る時の顔がめちゃめちゃいい顔しててびっくりしたんですけど、そしたらなんかあのすごい周りにね、直島に来ている方たちがすごいいっぱい写真を、私たちの写真を撮って帰られました。では8時を過ぎたのでそろそろ終わりたいと思います。あとね10分ぐらいね、髪を乾かしてね行く準備をします。もうすごい顔がむくんでるんですよね朝。マリーネめっちゃ静か、どこにおるんだろう。今日は岡山2日目、来られる方は濃いピンク色と青色のサイリウムを振っていただけると多分レスを送ります。で今日は何日、19日、あと5日で、AKB 新聞さんの発売日、6月号の発売日、皆さん5月24日6月号が発売されます。ココアと一緒に取材をしていただいてるので、ぜひよかったら手に取ってみてください。ゆる声を待ってます。ではランキングを読みます。13位ぷっちゃん、12位ひでさん、11位はちぺにさん、GM のまくん、9位ダイナソー、今日のまいはちゃん、おももさん、ありがとうございます。なかやちゃんさん、6位アンドハラさん、5位シャシ、4位ヤニさん、3位ロニーマさん、2位チャンさん、第1位はミクエビさん、ありがとうございます。お、予約してる、ありがとうございます。すごい今日声がちょっと枯れてる、喉がガラガラして痛い。あーごめんなさい、スペシャルギフト私全然読んでなかった。炎上さん、木彫らないクマ、 DD マセさん、だるま、めつら電気屋さん、木彫らないクマ、黒髪さん、木彫らないクマ、デジムさん、花束、ありがとうございます。ではではでは、もう本当に寝起きのお風呂上がりのすっぴんを見せてしまって本当申し訳ないんですけど、今日も一日頑張りましょう。なんかあの屋台のチーズハットクが食べたすぎてやばい。では、あ、やらなきゃ、いきます。今日という日が皆さんにとって素敵な一日となりますように。せーの、ハッチ、ありがとうございます。なんかちょっとハスキーでいい感じなんじゃない、もしかして。ではバイチャラポー、よかったらフォローよろしくお願いします。公演楽しみましょう。バイバイ。